三義線は、三重県四日市市の富田駅から、三重県稲部市の西藤原駅までを結ぶ、三義鉄道の鉄道路線である。このうち、富田駅三義友明信号場間は、貨物列車専用であり、旅、全線単線の電化路線である。旅客輸送を行っているほか、富田駅東藤原駅間でセメントを中心とした、貨物輸送を行っている。日本において JR 以外で、 セメント輸送を行う鉄道事業者は、三義鉄道の他にもあったが、西武鉄道が1996年に秩父鉄道と垂水鉄道が2006年にセメント輸送を廃止して、以降は本路線のみとなっている。旅客列車には西武鉄道の中古車両が黄色とオレンジ色のカラーリングを施され使用されている。貨物輸送の割合が大きいが、通学。 生活路線として、また、鈴鹿山脈へのハイキングの足などとして、旅客輸送の比率も高まっている。藤原岳へ向かう列車あたり路線は、鉄道不設方別表75号、三重県四日市より、岐阜県関ヶ原を経て、滋賀県木の下に、イタリル鉄道の一部を形成し、三義鉄道という社名も三重県四日市と岐阜県、大垣市上石図を経て、 関ヶ原と結ぶことを目指したことによるものであった。1928年、藤原鉄道に対し四日市関ヶ原長官他の鉄道不説面許状がカ付され、賛義鉄道に名称を改め会社を設立。社長は、三重県の実業家、伊藤伝七が就任し、取締役には、朝野セメントから、専務取締役の朝野良造、金子清太が、 朝の財閥系の鶴見臨港鉄道から、取締役の山田豊が、小野田製ンとから、専務取締役の狩野衆三が柄を連ねた。1931年7月23日に、富田東藤原間が開業し、同年12月23日に、東藤原西藤原間が、延伸開業したものの、1937年に、西藤原関ヶ原間の免許が執行し、 富田西藤原間が建設されただけに留まった。近鉄連絡線建設前は旅客列車も国鉄都大駅発着であったが近鉄都大駅まで歩いて移動する乗客が多かった。近鉄連絡線建設には富田駅前の商店街が反対したが完成後も国鉄都大駅への旅客列車を運行することで妥協した。しかし、 近鉄と台機利用客の多さは歴然で、1985年に旅客列車は近鉄と台機発着に統一された。旅客列車は1時間あたり朝が3から4本、それ以外の時間帯では2本程度の運転である。近鉄と台機、ほぼ駅間の区間運転列車も設定されている。貨物列車が走る兼ね合いもあって、パターンダイヤにはなっていない。 2013年3月17日のダイヤ変更より若干減便され、昼間に近鉄と大駅ほぼ駅間の区間列車が復活した。以前は夕方に沿線の学生のために近鉄と大駅ほぼ駅間に臨時列車が一往復設定されており、この列車は土曜日、休日と春、夏、冬の学校長期休暇期間は運休となっていたが、現在は、 運転日を指定する列車は設定されていない。すべて各駅に停車する普通列車であるが、1989年まで急行旅客列車、貨物列車ともワンマン運転を行っている。ただし、早朝、夜間の列車には車掌が乗務している。西の地理駅以外は有人駅であるため車内に運賃箱は設置されていない。貨物列車の行き違いのため、 交換駅は180から250メートル程度の有効長を持つ。全交換駅で安全側線が整備され、列車の行き違い動機には上下列車が場内信号機により停車せず、同時に駅構内に進入できる。終点以外の大半の駅で行き違いが可能である。ほぼ駅、伊勢春田駅、東藤原駅には貨物列車の着発線があり、 貨物列車一本を退避させた上で、旅客列車同士の行き違いも可能である。自転車を車内に持ち込めるサイクルパス制度があり、近鉄都大駅以外で利用できる。大谷地駅三里駅間は土曜、休日の全列車と春、夏、冬の学校長期休暇期間の日中時間帯のみ、利用でき、三里駅西藤原駅間は、毎日、全列車で利用できる。運賃額については、 三義鉄道運賃を参照2019年10月1日現在。1日乗り放題パス三義線内1日乗りより自由の1日乗り放題パスに代わり2009年10月1日より北税線でも使用が可能な三義鉄道1日乗り放題パスが三義鉄道全線の有人駅で発売されている。三義線及び近鉄連絡線の輸送実績を下表に記す。 2012年度以降、鉄道統計年報においては、北税線とが試算されているため、輸送人員については、三重県統計所の数値を用いる。輸送密度は、貨物専用区間を含む、全営業キ路で除されている。輸送人員は、年度での値である。1965年以降における最高値を、赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。出展、鉄道統計年報2011年までの参議選及び近鉄連絡線の輸送実績を下表に記す。最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。出展、鉄道統計年報参議選は、 JR 富田駅西藤原駅の三義線及び三義友明信号場近鉄戸田駅の本表では便宜上旅客営業を行う近鉄戸田駅西藤原駅と貨物営業のみを行う JR 富田駅三義友明信号場の2区間に分けて記載している全駅信号場三重県に所在括弧書きの駅は廃止駅廃止駅の廃止年は 休止期間があった場合は、休止年を記載している。乗車人員は2006年度の値を記している。近鉄戸田駅、東藤原駅以外は早朝と夜間は無人になる。西野尻駅は終日無人。かつては、複数の鉄道会社からの乗渡車のほか、自社発注車も存在したが、現在は、西武鉄道からの乗渡車で統一されている。 西部でも黄色を主体とした塗装を採用していたが、これは偶然の一致である。電車、編集電気機関車、編集貨車、編集電車、編集こと電場と後の1 2 0系こと電場と後の1 3 0系以前は窓周りが緑色、窓上塗装ト倉が紺色という、京成電鉄の青電によく似た塗装だったが、この色が沿線の電園風景と区別がつきにくいという声があり。 現在の黄色を主体に、そのみ朱色という塗り分けになった。電気機関車、編集 ET22 に現役時代の富谷市口駅。国土交通省国土画像情報をもとに作成。1975年度。ありがとうございます。